今回の動画は漢字の読みクイズ10級編です。表示される赤い漢字の読みを A、B、C の3つの中から選んでください。問題は全部で20問です。それではクイズスタートです。正解はこちら。森で散歩をする。正解はこちら。目がかゆい。正解はこちら。耳を澄ます。正解はこちら。音が聞こえる。正解はこちら。村に住んでいる。正解はこちら。右へ曲がりました。正解はこちら。竹とんぼで遊びました。正解はこちら。足でボールを蹴る。正解はこちら。左へ曲がりました。正解はこちら。水を飲みました。正解はこちら。口から食べる。
正解はこちら。山登りに行った。正解はこちら。川遊びをしました。正解はこちら。土で山を作りました。正解はこちら。綺麗な青い空。正解はこちら。草陰に隠れる。正解はこちら。赤いランドセル。正解はこちら。雨が降りました。正解はこちら。大きな虫です。正解はこちら。お金を使った。今回の動画は以上となります。この動画チャンネルでは間違い探しやクイズをご紹介しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。